Hi everyone, welcome back to my channel. こんにちは、みゆきです、今日は本を紹介していきたいと思います。で、私が普段読む本のジャンルとしては主に3つ、自己啓発系とミステリーとあとフィクション系ですね。この3つが特に、ね、お気に入りなんですけど、今日この動画では、私がこれまで読んできた自己啓発系のジャンルに絞っておすすめの本を9冊、紹介していこうと思います。で、自己啓発系の本って言っても本当にね、いろんな種類の本があるので、今日は、まあ、主に4つのカテゴリーに分けて、1つ目がマインドセットについて、で2つ目が習慣についての本で、3つ目がモチベーションを上げてくれるような本で、そして最後に、ライフスタイルデザイン系の本。このね、4つの、まあ、ジャンルというか4つのテーマをベースにした自己啓発系の本っていうのをこの動画ではね、紹介していきたいなと思います。今はね、季節の変わり目ということでちょっと喉がイガイガするので、ティーを用意しました。あったまる。はい、では早速まず1つ目のマインドセットについての本を紹介していきたいと思います。はい、まず1冊目が The Book of Joy、これは日本語ではね、喜びの書っていう風に、翻訳されて出版されてます。で、この本どういうものかというと、まあ、変わりゆく世界の中で、まあ、例えば今コロナだったりテロだったり地球温暖化だったり、こう国同士の複雑な、ね、問題だったりとか、まあ、そういったこう時代が急速に変化していく中で、どうやったらこう自分の、ね、幸せとか喜びを見つけられるかどうか、まあ、そういった結構深いテーマのお話なんですけど、まあ、この本のコンセプト自体がすごく面白くて、まずデズモンド・ストゥチさんっていう、まあ、キリスト教のトップの人とダライラムさん、まあ、仏教のトップ、このね、2人のスピリチュアルリーダーが、まあ、そういった喜びとか幸せについて語り合うとか、まあ、対談するっていうのが2年前ぐらいにあったんですよね。で、その対談をベースに作られたのがこの本なんですけど、私この本2020年始まって読んだ本の中で一番お気に入りの本です。で、もちろんキリスト教と仏教でその宗教観の違い、価値観の違いとか、あとこう意見が違う時とかもやっぱりあるんですよね、2人が対談してて。だけどそういった時にこうお互いの、価値観とか意見を尊重し合う場面とか、あとこれまでの2人の経験とか、その2人が持ってる心の広さとか強さっていうのをすごくこう本を読みながら感じられて、なんかこう本を読んでるだけですごくこう自分の心が平和になるというか、あ、もうちょっとこう人に優しくしたいとか、思いやりを持って接したいっていう風な、こうなんかこう不思議な、ね、感情がこう読んでて、込み上がってきました。で、さっきも言ったように今の時代ってすごくこう変化が早くて、で、本当その変化に飲み込まれそうに なりそうって、こうそういったこう感覚がある時もあると思うんですけど、でもそういった時にこう本当地面に足をつけて、で、本当に自分の人生とか自分の人生にとって大切なものは何かっていうのを、まあ、考えさせられる、すごくこう謙虚な気持ちになれる本だなっていうふうに思います。はい、そしてマインドセットに関する2冊目の本がハッタリの流儀といって、ホリエモンさんの本ですね。で、ホリエモンさんは、まあ、賛否両論あって、まあ、確かにね、たまにぶっ飛んでるなと思う時はあるんですけど、でも私個人的にはホリエモンさんのこう未来を見据える力とか、あと、まあ、結構個人的に、あ、なるほどとか、あ、確かにってこう納得させられるような価値観とか意見っていうのもすごくこう本の中でね、紹介されてるところとか多くって、やっぱり個人的にはね、ホリエモンさんの本を読むのは結構ね、好きですね。で、このハッタリの流儀っていう本は、まあ、タイトルにもある通りハッタリをかますっていうテーマのね、本なんですけど、まあ、それこそこれからのね、その未来においての働き方だったりとか、あと、まあ、グイ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 自分で戦略的にね、アクションを起こしてって、で、道を切り開いていくみたいな、こうそういったマインドセットがたくさん詰まったね、本だと思ってます。で、私のお気に入りのチャプターで最後らへんなんですけど、大人になんかならなくていいよっていうテーマのチャプター で、そこはやっぱり日本ってすごくこう周りに合わせて生きるとか、周りがこうしてるから自分もこうするみたいな風潮がすごくあると思うんですよね。で、まあ、そういったこう風潮に対して、まあ、声を上げてるチャプターなんですけど、それは私個人的にもすごく
なんかこう同意、あ確かにと思ったし、自分もなんかこう周りがやってるからこうするって言ってこう思考停止して流されてしまわないように生きないとなってすごくこう考えさせられたパートでもありますね。なので結構これまでなあなあに生きてきて、ちょっとこうぶっ飛んだ考え方とか、なんかこう本当180度考え方が変わるみたいな本に出会いたいと思ってる人には、ちょっとこのハッタリの流儀読んでみてほしいなっていうふうに思います。はい、そして次に習慣についてなんですけど、この習慣について学びたいって思ってる方に、まあ、マストリードの2冊の本を紹介していきたいと思います。はい、まず1冊目が The Power of Habit、 習慣の力といって、チャールズ・デュフックさんという方の本です。でこれは本当習慣に関する本当にクラシックな本で、世界中でもねよく知られている本になります。でこれはこう新しい習慣を始めるとか悪い習慣をやめるっていう、そういったこともそうなんですけど、まあ、そもそも習慣とは何かっていう、習慣のね成り立ちとかっていうのをすごくこう論理的に紹介してくれている本でもあります。で2冊目の、The Atomic Habit、これは複利で伸びる一つの習慣っていう風に日本語では翻訳されてるんですけど、これジェームズ・クリアさんっていう方が書いた本で、で私の感覚的にこの複利で伸びる一つの習慣の本はチャールズ・デュフックさんの習慣の力をまたこう次のレベルに持ってった本だなっていう風に認識してます。でこのジェームズ・クリアさんのこの複利で伸びる一つの習慣っていう本は、まあ、その習慣の成り立ちをもっと詳しく説明するのはそうなんですけど、このジェームズ・クリアさんって本当にこう習慣をテーマにビジネスを、ね、やってる人でもあるので、本当に習慣に関してすごく詳しいし、こういろんなアイデアとかあのチップス、あのコツっていうのをね本の中ですごく紹介してくれてるし、あと結構身近な私たちがこう日頃生活してる中ですごくこう身近な例とか身近なこう実践できることっていうのを本当にたくさん紹介してくれてるので、それこそこの本はこう習慣の成り立ちもそうなんですけど、本当にこう新しい習慣を始めたいとか悪い習慣をやめたいみたいな、本気でそういう風なこう習慣について見直したいなって思ってる人にはすごくおすすめの本になります。はい、そして3つ目のジャンル、モチベーションを上げてくれる自己啓発系の本を紹介していきたいと思います。でこれから紹介する本は結構こうがっつりした自己啓発系の本っていうよりも結構ストーリーベースの本になってるので、それこそね自己啓発についての本を読み始めたばっかりの人とか、そんなにこう読書好きじゃないなっていう人も、まあ、ストーリーに沿って読み進めていくので結構読みやすいかなっていうふうに思います。はい、まず1冊目が、アルケミスト夢を旅した少年という本です。でこれはブラジル人作家のパウロ・コエーリョさんという作家の方が書いた本で、これはね多分本当に世界中でベストセラーになった、本の一つです。で、まあ、シンプルなストーリーで主人公が、エジプトのピラミッドを、ね、目指して旅するっていうストーリーなんですけど、その旅する途中で出会う人とかぶつかる壁とか、まあ、そういったこう出来事一つ一つになんかすごくこう自分の信念を貫くとか諦めないとか、こうライフレッスンがたくさん詰まった本でもあります。で私個人的にはこの本多分自分が持ってる本の中で一番好きな本で、結構最近ブレてるなとか、なんかちょっとこうモヤモヤしてやる気出ないなとか、そう思う時に結構この本をね開いて読んだりしてます。はい、そして2冊目の本が水野圭也さんの夢を叶える像です。でこれはねシリーズで結構本出てますけど、私はまだ1冊しかこの一番最初のね1冊目しか読んだことないんですけど、でも1冊読んだだけでも結構スカッとして気持ちが良かったので、ここで紹介させてもらいます。で主人公が、まあ、自分の人生を変えたいっていう風に思ってるんですけど、まあ、それに対して日々ねこう一緒に住んでる関西弁の象の神様が、まあ、主人公に対してこう叱りを入れたりとか、思いっきりこう関西弁で突っ込んだりとか、まあ、とにかくねこう読んでて気持ちがいいし、あなるほどなって思うこともたくさんあります。なのでこう今頑張ってることがあるとか、こう叶えたい夢があるとか、自分の人生を変えたいっていう思う人にすごくねおすすめの本だと思います。でこの本のいいところは、それぞれのねチャプターの終わりに今日はこれを実践してみましょうみたいな
結構これをやりましょうっていう、こう具体的にこうアクションプランっていうのを出してくれるんですよね。なのでこう自己啓発系の本読み始めたとか、もうちょっとこう自分を高めたいなって思ってる人とかにはすごくね、こう自分自身もこう知識を増やしていけるプラスアクションも取っていくことができるので、とってもねいい本なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そして4つ目最後に、ライフスタイルデザイン系の本を紹介していきたいと思います。でこのライフスタイルデザインって、まあ、簡単に言うと自分のライフスタイルを、まあ、こういいようにデザインしていくために、まあ、参考になる本ですね。で3冊、ここでは紹介していきたいと思います。はい、まず1冊目に朝時間 .jp さんからの朝時間の、過ごし方という本です。でこれは、まあ、朝の時間をちょっとこう有効活用したいなと思ってる人に、読んでほしいなっていう本ですね。まあ、本っていうより結構写真とかインタビューとか、あと結構いろんな人に朝どういう風に時間使ってますかみたいな、そういうこうリサーチの結果とかそういうものがね結構詰まってるので、こう本っていうよりかは本当にこう参考書みたいな感じになってるんですけど、私個人的にもやっぱり朝の時間ってその一日をねこう過ごしていく上でとってもこう大事な時間帯になるかなっていう風に思ってて、でそれに気づき始めた頃に大学の友達からこの本を貸してもらいました。で、まあ、さっきも言ったけど本の中にこういろんな人の朝時間の使い方とか、まあ、その朝時間こういう風に、朝をね過ごせばこんな気分になりますよとか、そういったこうデータとか、まあ、朝読書、朝ごはんについて、朝の勉強についてとか、本当にねこう朝の時間を有効活用するための、まあ、コツとか情報っていうのがねたくさん詰まった本になってます。なので、まあ、こうあんまり活字を読むのが好きじゃないとか、まあ、どっちかっていうと本を読むよりかはこう写真を見たりデータを見たりするのが好きっていう人にはこのね朝時間の過ごし方っていう本はすごくねおすすめです。はい、そして2冊目にドラトーザンさんのフランス人は年を取るほど美しいという本です。でこれは中古の、ね、本屋さんで、まあ、タイトルに惹かれて買ってみた本なんですけど、まあ、私自身が別にこう年齢を気にしてるわけでもないんですけど、こうやっぱ日本の社会全体的にこう何歳だからこうあるべきみたいな、こう結構年齢に縛られた考え方とか、まあ、生き方っていうのはあるよなっていう風につくづく感じてて、まあ、そんな私たちが、まあ、フランス人の考え方っていうか、まあ、このねドラさんの本から学べることってなんだろうって思いながら、まあ、読み進めてた本です。でこう知恵がつくから自分がわかるとか、まあ、群れから飛び出してみるとか、まあ、そういったこうドラさんの日本語のねチョイスがめちゃくちゃいいなと思ったし、あこんな生き方素敵だなってこう素直にねそういう風にこう思わせてくれるような、まあ、そういった本の書き方だったので、なんかこう読み終わってもねすごくこう気持ちが良かったし、なんかもうちょっとこう丁寧に生きようっていう風に思いました。この本はやっぱり年齢をね気にしてしまうとか、他人とね自分をちょっと比べる癖があるとか、そんな人にはねぜひ読んでもらいたいなと思った本です。で本自体もこうダラ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 長くこう文章が連なってるっていうよりかは一つ一つのねチャプターが結構短めなので、まあ1日1チャプターみたいな感じで少しずつこう読み進めていきやすい本かなとも思います。はい、そして最後3冊目にジム・バートンさんの Don't get a job, make a job という本です。でこの本はクリエイティブに生きていきたい人とか、今ね実際にクリエイティブ業界でお仕事してる人とかにぜひね手に取ってもらいたい本になります。でこの本は、まあ、デザイナーとかアーティストとかクリエイターとか、まあ、そういったねクリエイティブ業界で、まあ、活躍する人とかクリエイティブ業界でお仕事をする人たちが、まあ、これまでにこうどうやって仕事をゲットしたかとか、どうやって仕事をやってきたかとか、まあ、そういったライフスタイルも全部含めて一旦こう当たり前から一旦ね離れて、で自分たちの作るものだけじゃなくて、もう本当にライフスタイル全体をクリエイティブにするっていう、まあ、そういったねテーマの本になるんですけど、例えばバンをね改造してバンに住みながらこう全国を旅してクリエイティブな活動をしたりとか、あと自分でこうオリジナルのこう工夫したレジュメとかポートフォリオを使ってこう自分をねアーティストとしてこういろんな事務所に売ってったりとか、もう本当にこうインスピレーションがねたくさん詰まった本で、で私はこの本を読んでこう当たり前にとらわれてこう就活したりとか仕事をしたりとかしなくてもいいよなっていう風に思いました。だからこう自分が作り出すものだけがクリエイティブだけじゃなくって、こう生き方自体ライフスタイル自体クリエイティブになってもいいよなって思わせてくれたのが、まあ、この本でもあります。
で、この本は残念ながら日本語にはね翻訳されてないんですけど、でも中身自体は結構写真が多かったりとかもするので、なんとなくこう写真見るだけでも、あ、この人はこういうことして生活してるんだとか、こういうことやってるんだみたいなね、そういったこう雰囲気は伝わると思うし、まあ、見てるだけでもねそういうのって結構ワクワクするので、それこそね これからクリエイティブに行きたいとか、クリエイティブ業界でねやってる人とかには本当にねぜひ手に取ってもらいたいなと思う本です。はい、というわけで、以上が9冊の、自己啓発系のジャンルの本でした。で、私がね自己啓発系の本を読み始めたのは本当にね最近ここ 2,3 年なので、全然まだまだこう読んでない本とかもあるし、もちろんね今日紹介してない本っていうのもねあるので、もしこう自己啓発系の本とか、もちろんね自己啓発だけじゃなくって、私結構フィクションとかミステリー系も好きなので、そういったこう違うジャンルのね本の紹介とか、まあ、そういった動画が見たい人は、ぜひコメント欄で教えてください。で、私もねまだ自己啓発系の本についてはまだまだね知らないこととか、あと意外とすごく有名だけど私がまだ読んでない本とかもね絶対にあるはずなので、もしなんかこう皆さんのおすすめみたいなのがあれば、そういうのもね教えてくださると、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、というわけで、今日は本の紹介をしていきました。この動画が気に入ってくれた人とか、あとセルフディベロップメント、自己啓発とかライフスタイルデザインについてね興味がある方は、ぜひチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。それではまた次のビデオでお会いしましょう。 Thank you so much for watching. Bye!